ホフさんとカズヤンアイスナウライブストリーミングライブアライブシャープ3西部編住民と協力し決戦に備えよライブアライブスイッチ。帰りましょう。ワンオフ、ロクさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。ライブアライブスイッチリメイク版やっていきます。前回は近未来編と SF 編の2つをやりました。近未来は、キラーが主人公で、歴代を乗って、最終的にはボスを倒すと。で SF 編は、仲間が次々と殺されていき、最終的に、犯人と倒して犯人を倒して、クリアっていう感じですか。はい、SF編は戦闘がもうボスしかない、それの代わりにゲームのところで戦闘のシミュレーションみたいな楽しみができる。シンプルだと面白いです。シナリオがまあよくて。で、今日は、西部編をやっていきます。アキオボイスを聞きに行き。これはそんなかからないんで、バーチャーさんってやって、今日は早めに終わろうかなと思います。ではよろしくお願いします。アメリカ大陸西部開拓時代、放浪を続けるお助け者が無法者たちに脅かされる、サクセスタウンを訪れる。罠の材料を探し、町の人々を協力し仕掛け、無法集団クレイジーパンチの、クレイジーバンチの襲撃を迎え撃つ。セーブ始めますか。最高。このやり方はおいおい進めてったら話していこうか。いやーいいね、グラフィックいいっす。クリスタルサロン、メインキャラクターですね、石渡おさん。やあ、保安官。マスター、こいつを貼っといてくれ。新しい手配書かい？やれやれ。奴らだけでも物騒なのに。サンダウンっていう名前だったっけ。いやー、もうあんま覚えてないですね。さすらいのガンマン、キットは覚えてるけど。キットか。そっか、三段キットね。なる。
しばらくだな。そんな顔するんじゃねえよ。今日こそあんたの逃亡生活にピリオド打ってやろうってんだよ。これ聞いたことある。感謝されて叱るべきだと思うんだよね。ムキナ、この賞金稼ぎマッドドッグ様ともあろうものが丸腰のやつをやっちまうわけにはいかねえ。これで何度目かな、あんたとやり合うのは。今じゃ恋人同士のような気さえするぜ。だがそれも今日までだ。ああ、そうですね。聞いたことある。もう直近で聞いたことあるなと思いました。ああ、ピッコロの声でした。ピッコロの声。てか、ドラゴンボール勢多すぎだろ、今回。すごい出てんな。全部レジストなんだ。これは当たるんだ。よし。クライム。どっちも長いよ。絶対クライム。やるな。この声いいっすね。よし。ドラゴンボールスーパーを見てるからかなり間違えたいですアマゾンプライムでガンガン見てました。バカにしやがって。なぜいつも俺をやらねえ。待ちやがれ。俺様の愛はゴールドの手綱を打ちやがったな。ま、待て。置いてやがる。で、これはあれ、こいつはあれでしょ。あ、器用だ。やべえな。あ、今日の時は喋んないようにしねえと。あんま喋んねえと思うから。アプセストーン来たね。これセーブする。いや、ちょっとステータス見ると塗装松の押し切りスメーカー使えるし、アイテムは何もなし。一番最後、あそこ行くんだと思うんで、
前入ってくる。あ、入れねえ。閉まってるね、また。うん。じゃあバーだね、うん、バーに入ればもういいね演奏してるね。セニョラムシアンバカン。アミーゴ、あなたアミーゴ、ボングレビアンゴ、ちょっと違うね。テキーラ一杯どうです、うん、テキーラなるくらい。いや、怖がってるみたいです。何が多い？ああ。アイテム早めに取っとこう。薬草か、これは。ああ、まだ取れないんだね。さすがに。うん。じゃあ、座るよ。いらっしゃい。何をお飲みで？それともお食事ですかな。お代はもちろん結構ですよ。おら！マスター、いつもので。おお。兄ちゃん。見ねえ面だな。そこは俺の指定席なんだがな。どけっつってんだよ。やめて。そこはあんたの指定席なんかじゃないわ。金を払わない客なんかこっちから願い下げよ。待ってたぜ、兄ちゃんよ。あ、兄。やめろって。うるさいね。なんだよ、あんたら。その腰に下げてんのはおもちゃかい？ウェイン、ジェンマ、クリントン、セザール。立派なのは名前だけかい？アニー、お前はいい女だ。気の強いとこも実に俺好みだ。どうだ、俺の女にならねえか。ふざけんじゃないよ。てめえ、男の顔に手を挙げたな。下手に出たら突き上がりやがった。やめろ。ビリー、おお、臆病保安官の息子にしちゃ上出来ないけどな。ガキが口挟むことじゃねえんだよ。来た
と、すまねえな兄ちゃん。ガキのしたことだ、許してやってくれ。お詫びに一杯おごるぜ。マスター、ミルクだ。それてめえみてえな腰抜けにそいつが似合いだぜ。返す。お、俺のおごりが飲めねえってのか。気のせいかミルクが戻ってきた気がするんだよな。いかんな、二日酔いだな。なんせここの酒は安物ばっかだからな。それともミルクはママのおっぱいからじゃねえと気に入らねえか。消えろ。なに、そんなに死んでるか。さあ、ニューホームの線ファイク。そこまで強くね、動くんじゃねえ。あ、こっから当たるんだ。フォローポイントだ。あ、どうだ。ふん、リカがあるとめんどくさいね。オッケー、バスじゃん。さっきのピッコロの方が強い。覚えてやがら。あんた、クレイジーバンチの一味じゃなかったのか。すげえや。あのパイクがまるで子供扱いだわ。何よ、沢木さんかな。このおじちゃんならきっと。何事だね。保安官、この旅の方が。なんだよ、今頃何しに来たんだよ。パパなんか臆病者だ。ああビリー、分かってくれ。今歯向かっても奴らの怒りを買うだけだ。けど、何もしないんじゃ、ずっとこのままよ。兄様黙ってて。兄さんも、保安官も、この町の男たちは、みんな臆病者よ。勇気があるのはこんな小さなビリーだけなんて。だが保安官、この旅の方がいれば。あいにくそいつはそんな立派なやつじゃねえぜ。お、来たピッコロ。そいつの名を聞いたら驚くぜ。教えてやろうか。そいつの名はキッド。サンダーキッド。キッドだ。指名手配もろに。そういえばこの手配書の。
その首にかけられた賞金は5,000ドル。そいつをいただくのがこの賞金稼ぎ、マッドドッグ様よ。嘘だ。残念だが俺は嘘はつかねえ。嘘だよね、おじちゃん。なるべくまあ急に喋らせよ。嘘じゃない。嘘だ。さすがのキッドもガキにはお手上げか。てめえのおかげでゴールドには逃げられちまうし、今度こそケリをつけさせてもらうぜ。表に出ろ。決闘だ、決闘だ。逃げるなよ。会話してからで、負けないで。んだ、届かねえって。あんたを訪ねるのとは、なんてアイス調べられる。扉か、扉だ。手配書も。ウォンテッド、三段キット、賞金5,000ドル、うん、やるんなら表でやってくれよ。あわあわ、何かを言う。なぜこの町で面倒ばかり起こるんだ。あなたが勝つけど、あの男も強そう。私らアミーゴ。じゃあ出ましょう。なんだよその顔は。ピッコロとアキオの決戦は熱いっすね。決闘か。そうか、俺たちの関係もこれで終わりかと思うと寂しいか。わかるぜその気持ち。だがいい加減蹴りをつけようぜ。背中合わせに歩き、5つ数えたら振り返って勝負だ。行くぜ。1つ2つ3つ4つ5つ。おお。なるほど。こいつはクレイジーパンチ。あの二人見えてたのか。つまらねえ邪魔が入っちまったな。すげえすげえや、二人とも。この二人が組めばクレイジーパンチだって。あんたたち、クレイジーバンチのやつらを倒してくれないかい。仕方ねえな、女に頼まれちゃ断れねえ。一時休戦して協力するんだっけ。キッド、残念だが勝負はしばらくお預けだ。クレイジーバンチのやつらを片付けるまではな。
連中は結構な数なんだろう。まともにやり合っても勝ち目はねえ。俺は無駄死にはごめんだぜ。まずは奴らについて聞かなきゃよ。おいらたちゃ旅芸人喋り始めた。思わぬ方に巻き込まれちまった。逃げ出そうぜ、ここはデンジャータウン。おじちゃんのお兄ちゃんを組めば入ったのか。けど俺たちの順で帰ったはずで思います。こんな僕らに何かできることがある。あんたらに勝ったのは俺たちだったとか。あんたらの腕は確かにすごい。やつらはまだ15人もいる。もしやつらを倒してくれたらこの町に隠してある金を俺として支払う。クレイジーマンチ、全滅したと言われる第7騎兵隊の生き残り。オーディオに頭を無法もねあった荒くしましたね。オーディオ、ディオはあんたらのことを聞きつけ襲撃してくるだろう。基本的にボスの名前は全員覚えてくるんです。あとでいいことがあります。この町の名はサクセスタウン。サクセスと言われるはサクセス、成功って意味だ。一昔前はこの町もゴールドラッシュになったものです。奴らはこの町に眠っている金を狙ってるんです。で、どうすればいいの？あ、もう始まってんのか。いや、違う、もう始まってね、入ってね。敵の数を減らしゃいいんだ。奴らが来る前に町のあちこちに罠を仕掛けるんだ。決まりだな。けどよ、ここはてめえらの町だ。俺たちだけに頼ろうなんざ虫が良すぎやしねえか。あたしはやるよ。僕だって。やってみるか。そうさね。お前。黙ってたって、あいつらにいいようにされるだけじゃないか。だったらやってみようじゃないの。しかし、お前。そうだ、もう泣き寝入りはごめんだぜ。な、セザール。そうだとも。ここはやっぱり私らも。アミゴのため戦う。上出来だ。さて、あんたはどうする、保安官さん。このバッジ、おじちゃんがつけてよ。ボイス。
なんか。このバッジをつける資格ないんだ。何をです。私は今まで下手に逆らい、町が危険に侵されるのを恐れていた。だが危険を犯さねば勝ち取れぬ未来もある。きっと、いや、名も知らぬ旅の人、そのバッジはあなたが持っていてくれ。この戦いが終わって私が保安官の資格を取り戻すまで。保安官バッジか。そうと決まったらこうしちゃいられねえ。罠の材料は俺とキッドで探す。お前らじゃ何が罠に使えるか分かんねえだろうからな。さあ、こっから罠を探す感じになると思います。で、確か制限時間があるんで、まあ、そこまでに、まあ、全ての罠を見つけて設置して、で待つ感じかな。まあ、まあ、頑張ろう。とりあえずセーブしてやろうか。とりあえず早速取っかかろうぜ。材料探しに手間取っちゃ仕掛ける時間もなくなっちまう。マッドドッグと一時的に手を組んだ。やつら日の出とともに襲ってくる。それがクレイジーバンチのやり口なんだ。この時間だと日の出までに金が8つなる、うん、それまでに罠の材料を探し出し仕掛けなければ材料が揃ったら私に声をかけてくれ。町のみんなで手分けして仕掛けよう。金が8つになると夜明けとともにクレイジーバンチがやってきます。マッドドッグのアドバイスを聞きながら住民たちと協力して襲撃に向かいましょう。時間内できることはこの2つです。罠に使えるアイテムを探しに行く、住人たちの罠の設置を依頼する。時間の使い方を考えながら行動しましょう。金が…あ、これしようか。おっと、用事のためだ。まずはセーブしといた方がいいぜ。まさにそれ。このステーブはかなり重要だ。さあ、見つけてきますよ。そいつだけは勘弁してくださいよ。店の売り上げなんです。それを取るつもりは。頼みますよ。はい。いや、お恥ずかしい。それは私の趣味でね、ジェニファーって踊り子のポスターなんですよ。目標タイプっていうのか。いい女でね。惜しいが、まあ譲りますよ。マスターポスターか。罠の材料はもうそ、まだ急いで探して。シレットあるオイルか。オイルと空き瓶で火炎瓶は作れるな。時間が少しかかるが作るか。作る。よし、こうやるんだぜ。できたぜ、火炎瓶だ。オッケー。こうもないぞ。装備しとくか。
まあ、まあ、一つ目だ。さあ、一つ。気がするけど、普通に。時間が少しかかるな。ああ。よし、こうやるんだぜ。できたぜ、火炎瓶だ。だ、フライパン。フライパン需要。さあ、2個目。二つ目だぜ。あと6回。広いね。扉でした。これいけんのか。うん、あるっしょ、さすがに。いや、調べるんでてね。
い。レイネで1回寝よう。やっぱり。うわ、こんなとこにあった。これはわかんない。空き瓶時間。ああ。よし。できたぜ。火炎瓶だ。カツカツになってきて。設置してくれるのかな。罠の材料はもう揃ったかね。ああ、間違えた。急いで。罠の材料はもう揃った。急いで探して。おじは一個が溜まってる水気。
罠の材料。ああ、それじゃあみんなに材料を出し罠を仕掛けさせてくれ。からまたスパッとタイムが出てくる。仕掛ける時間は人によって違うだろうが急がねば。三人の中で私番長より役に立つよ。頼む。何を仕掛けさせる。仕掛けさせる。ミヤパチンコ。兄は頼む。何を仕掛けさせる。フライパンだよ。頼む。何を仕掛けさせる。仕掛けた。頼む。何を仕掛けさ。火炎瓶。セザールとデニスはサブル。頼む。以外はやっていきましょう。何を仕掛けさせる。帰る。頼む。何を仕掛けさせる。頼む。何を仕掛けさせる。ポスター仕掛けさせる。間に合うか。6つ目だ。三人の中で私デニス。こいつじゃねえ。三人私デロスよ。ぽいな。頼む。何を仕掛けさせ。まあ残ってのスコップとロープ。おいらは行く危険も帰り水。これしかいねえな。あ、来た来た。保安官も。頼む。何を仕掛け。じゃあ保安官はいっぱいあんな。襲撃までの時間稼げそうだ。そしたら俺中。なるほど。いやでもハマってんだと仕掛けさせたらいいんじゃない。頼む。何を仕掛けさせ。スコップと三人私。頼む。何を仕掛けさせる。いやだそれが。終わったら戻ってくるって感じなのかな。さあ確認してこう。ああやってるね。マスクこんなことになる。街のもの一つになるの久しぶりで。よっこらショット。ギター以外持つの久しぶりで。急がねえと力以外は解く。
ほら、おっと、やっぱ早い人は次のを、ま、任せられるんだ。なるほど、そういう感じか。スコット当たらなきゃよかったな。何を仕掛けすあと残ってんのは人参しかねえ。で、ちょっと装備しとこうか。ピースメーカー上がるんだこれ。前世の発揮。いやー、どうしたもんかね。下がるのやめてほしいよね。か、一応こっちにも装備できんのか。弱いかもしれない。時間が少し…ここにあったわ、オイル。よし、できたぜ。いや、ハニーだけはめちゃくちゃ早かったね。ここ行ったな。お、来た。いや、早いな。女性陣めちゃくちゃ早い。頼む。何を仕掛けさせる。いや、女性陣役に立ちすぎだろ。じゃあ火炎瓶頼む。あ、これ戦いでも使えるのか。一個残しとくか。じゃあ人参。行ってきたぜ。いや、あの二人このままじゃよかったな。頼む。何を仕掛けさ。人参。来た。早い。みんな早いっす。兄の日記いいの出た。早い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 。早い。いやー、しくったね。まあ、いっか。頼む。何を仕掛け。かえ、じゃあもうかえ、行くぞ。その罠ならもう仕掛け。もう仕掛けたぜ。頼む。何を仕掛け。じゃあもうないよ。そいつは罠には使えん。もうないよ、じゃあ。じゃあ。押しに行く。それじゃあみんなに材料を渡し罠を仕掛けさせてくれ。仕掛ける時間は人によって違うだろう。急がねば。ちょっと待って、兄の日記を装備できる。装備下がるんかい。
僕じゃ役に立つんだ。いやダメだねこいつ遅いわ。いやー間に合う、まあ、この辺は間に合わないかもしれない。大シビアだった。早く戻ってくるやつをあらかじめ把握しといて、あれだね、2回目やってもらうしかなかった。この辺とか。ちゃうんです。お、来たね。ナイス。いやさすがに全員は無理だった。私はね、お、戻ってきた。ああ、これで来るんだ。じゃあいいね、これ。いっぱいくれ。どこまで話したっけな。お、戻ってきた。仕掛けてきたよ。いい感じ。いっぱいくれ。そうそう、こう見えて私も昔はね。お、戻ってきた。いっぱいくれ。いやいや、私もこれでなかなか好きな方でね。お、戻ってきた。あ、でも遅いって言ってたやつも戻ってきたね。なんかいっぱいくれ。オッケーじゃん。結果オレじゃん。あー、ソイチェーンっていい女がいてね。一人だけ戻ってこなかった。やっつめだ。さあ、どうなるでしょう。かっこいい。もう登場の仕方がかっこいいね。またあれが出てくると思います。ここは自動で出てくると。おお、三日三晩歩き通しで。これが渡辺か。ようやく町にたどり着いたな、ワット。ワット、いきなり撃たれる。父ちゃん渡辺だね。渡辺は不幸です。来た、罠来た。で、フライパン、人参、こっちだとパチンコ、なんかもう、おお、来たね、いいね、全部いった。ポスターに見えた。なぜこんなところにこんなポスターが。
ダイナマイト。いいね、一発はダイナマイト。さあ、こっちはどこ？ああ、こっちはないんだ。ってことは、あの3体かな？出てきやがれ！サモナイト、坂本、蜂の巣にしてやる！おじちゃん！行くぞ、マッド。行くぞ、マッド。ああ、ディオの面を拝みにな。私も行こう。あんたは残ってない。万が一、俺たちがやられたとき、ここを守るのはあんたしかいねえ。負けないよね。もちろんだ。信じてるよ。てめえか。ファイクたちを可愛がってくれたな。俺の可愛い子分たちが世話になったとあっちゃ、たっぷりと礼をしないとな。受け取ってくれ。このガトリング銃の弾をな。オーディオ。デデ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 。さあ、でかいね。いやー、さすがに3体ならいけると思うけど。まあ、ザコを倒したらいいね。うわー、つえー、もうザコもつえーわ。ほんと罠仕掛けてないと無理だね。やべやべ、いやこれ離れて攻撃してんだもん、ね、上に行ってる稲妻だったこれで2人当たるんだ。この街も用済みだぜ。ここはない、さすがやるな。直進タイプ。でも十分当たりそうだけど。いやー、もう分かんないか。サイドワインド、ツヤ、ダイド。うわさね。これ倒し。よし。さあ、これが。
まあ、多分そこか。そんなもんか。あ、吹っ飛ぶ系、あ、あったあった、吹っ飛ぶ系上がるにしてほしい。よしよしよし、これはでかい。木の向きを変える。あ、これもあれだけど届かないんで、やっぱり最後ないんだ。かすり傷よ。で、ここはやっぱ吹き飛ぶ。このコンボは舐めてて悪かったよ。へへ、どんでまいだよ、おめえら。馬、ディオは馬に。ディオが馬に。聞いたことがある。第七騎兵隊はスー・シャイアンの連合軍によって全滅させられた。ただ一頭の馬を残して、うん、オーディオのオリジナルと。死んでいった騎兵たちの憎しみが集まったのかしら。かもしれんな。憎しみか。ありがとう、キッド。まあ、政変の時も AI が人間を恨んで結局ああなったわけ。まあ、人間を信じられない。いや、名も知らぬ旅の人。喜ぶのはまだ早いぜ。キッド、俺たちの決着はまだついてねえ。今日より、コロさんが喋りすぎだよ。コメント入れとこ。あっきあっきは悪い。寂しすぎ。そうだな。そうだな。やめてよ、二人とも。二人でリオを
を倒したのに。口出しすんな。これは俺たち二人の問題だ。そうだろう、キッド。行くぜ。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。さあ来たね、マッドドッグさん。バス系がいいかな。どうだ。よっ。きなっと。サイドワインだ。しまうのか。ああ。君には何とお礼を言っていいか。おじちゃん。どうもありがとう。それから一つお願いがあるんだ。あのバッジなら。私はもういりません。形だけでない本当の保安官の資格を手に入れた気がしますから。お待ちよ。あんたに謝らなくちゃならないことがあるんだ。本当金なんてこれっぽっちも残ってないのさ。許してくれるか。金ならあったさ。人を守ることをもう一度教えられたあんたたちに。かっけえ。きっと。凄さで西部にその名を轟かせた名保安官。あまりの銃の腕に決闘を挑む者が絶えず、彼の町はいつしか無法者が押し寄せることになった。そして自らの首に賞金をかけ、お尋ね者となり死に場所を求め荒野をさすらう。きっとKid!
来たね、終わった。オツでした。1時間。じゃあ、やっぱここはセーブや短いな。いかに罠を仕掛けて、罠の仕掛けに失敗するとやり直しの可能性があるんで、まあその時間も込みと。スーファミ最初やった時は結構出来残っててしんどかった記憶ありました。まあ初見じゃないんである程度白いことしてね。普通にきっちり全部集める場所を覚えておいて、罠を仕掛け、まあ罠を仕掛けるのは遅いやつもいるんですけど、まあ、基本的に時間さえ余ってれば全員に渡しても大丈夫。結構ギリギリだけど。で、遅い。セガールとデロス、デロスの二人は、まあ後回しにするのと、あといいやつを、まあ、人参ぐらいは余らしておいて、人参をあげるぐらいでもちょうどいいかもしれない。配信他にもいるんで、ライブライブは今日もお願いします。次回はどうしようかな、明日やるかもしれないですね。現代編あたりやりますか。現代編もそんなかかんないと思う。ラーニングはきっちり全部覚えてみたいな感じですか。やっていきます、うん、現代編は敵の技を覚えるタイプのやつだった気がするんで。まあ、それ全員覚えた。あと、渡辺もやって、渡辺条件が結構シビアなんで、そこはちょっと何回かやり直すかもしれないですけど。まあ、渡辺きっちり出していきましょう。で、これはセーブして、あれだよね、チャプターに戻ってます。キャラ選択のところに。そこまでやりますか。よし。うん。OK。では今回はこれで終わりと。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。